これからか。FPS か。しょうがねえな。汚いキーボードでやるか。ハゲがおるの。ハゲについていくか。ダッシュはないな。ちょ待って、今思ったらこれあれじゃねえか。おい、これなんなん、あのあれはタグは、8番出口ってあるんか。ナイス。レトロ、レトロ。もうレトロでええじゃろ、こんなの。薄いねって。あんた薄いね。やってるね。薄すぎでも何なんこれ、何があって。いや薄すぎだろこいつ。もうなんか動かんなったし、いいわ。ん、左側通行、ご協力ください。え、何これ、無限ループしてるってこと。禁煙。ちょっと待って、あのハゲが本当におるかどうかを確認する。これでおらんなっとったら何かを感じる。あ、おらんし。ということはこっちだ。ゼロ。出口ゼロ。米子寺。あら、ハゲ。ハゲループ。ハゲループが始まった。分電番室。まあ、ハゲはもういいわ。従業員専用。これもガーンとか鳴らしたらええんちゃう。ダメです。禁煙。騎士官。走れる、あ、走れるか。どうせまたハゲが来るやろ、これハゲ来るが。なんなんこれ。これ無限ハゲっていうか、ハゲ見ながらちょっと。あ、出口8番ってあるやん、これ8番出口。無理や、おめえ。お、ハゲ！どこに行って。ボーカロイド。このハゲをなんかどついたりしてこっちに押し込んでいくとか、そういうゲームなのか。ハゲチェック。どこでハゲが止まるか。お、ヒントか、ヒントなのか、このスマホが。つらいんか。やってるね。
知らって。ふいって。このハゲ消えるけんの、ほっとったら。知らって。ハゲゲームって。ふっ。どこまで行ったら消えるか。おっ。消えた。でまたハゲが来る。なんなんだこのゲーム、マジで意味がわからん。まずやることのヒントもないんかいんで。やけんどうしたんだこのハゲ、何がしたいんぞこのハゲは。ルール教えろっつーの。書いてるからどこに。あ、じゃあ、なんかこういうのに書いとんか。エイト歯科医院。アルバイト募集中。オープン。身近なトラブルにも司法書士にお任せください。違和感があれば戻る。なければ進む。違和感？出口ゼロ。違和感演出は結構得意やけどな俺。ご案内あった。どこに。あ、これか。異変を見逃さないこと。異変を見つけたらすぐ引き返すこと。異変が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。まずじゃあ出口1からか。引き返せ。どこまで引き返すのこれ。んで出口、8番出口へって。うわあ。超異変を感じました俺。これはいいんだろう。これは言っていいんだろう。え、うわあ！引き返せ！どこまで引き返すんだこれ。あ、一や。お、いいんか。これは大丈夫でしょうよ。いやでもこのハゲがなんかふさふさになっとったりするかもしれん。スマホ見てないけどええんかな。これは異変なんだろうか。まあ大丈夫でしょう。そんなとこまではやらんやろ。おそらく。これは大丈夫と見た俺は。ほらほら、2だ2だ。よしよし、いけてるいけてる。
サフサになってないか、気候に走らんか、高齢とかもなんか変わっとんじゃないんか。いかん、こいつ笑っとる、今笑っとった、顔が違う、ほら、笑ってるね、うえー、ぶねーい、あんなん簡単やんこれ。禁煙、禁煙、やってるね。こいつとかもなんか変わってそうやけどな。しかしこれは大丈夫だ、今回は。お前これ余裕か。順調やん、余裕ですやん。このハゲがどうかなだけやん。おお、大丈夫やわ。さあ、なってない、なってない、大丈夫。これはこれは進めや。このハゲがどうかなだけ、もうマジで。どうせならクサクサとかにしとけやろ。ん？いや大丈夫だろ。の、どう、どうせ、なんかあったんか、え、階段じゃん、クリア、クリア、おら、いや、違うじゃん。もう、何度何があったんだ今。あら、もう違うが。違和感あったんか。あ、でも別にここなんかどうでもいいよ。1になるまではこれでええじゃろう。顔でわかるわ、大丈夫。な！なぜ？異変だらけやが。とりあえずでも一周目はあれだ、別にもうええわ。もう何が何やろうが、もう異変だらけやな、マジで。何の異変、うん、今のは異変か？ちょっと暗くなった。異変よね。
そもそも本物が何かっていうんかな、分かってないよな。いや、これ大丈夫です。分かり、ん？現実かどうかが分からない。いや、正直何もないでしょう、これ。こういうのもあれなんか逆とかになっとったりするんやろな、多分。清掃詰所、従業員、分電番室。よし、覚えた。それがずれとったっていうのはあるやろ、多分。何？なんだと。一周目。まさかお前、ここの懇談まで見ないかんのじゃなかろうな。いや、なんかあり得るな、これ。文字が違うとか、1000円以上になっとるとか、なんかこいつがちょっとおかしい！これ、絶対あんなんじゃないはず。普通なら、やっぱり。ちょ、待て、本当はどんなやった？かわいい！かわいい！イラスト屋使ってほしかったな、でもここは。ちゃんと見といてよかったわ。これとかもう全部見とけ、これ。ニューオープン。12月19日。ドック。シャンプーコース5000円。カットコース3000円。9時から7時まで。司法書士にお任せ。初回無料相談受付中。泉司法書士事務所。めんどくさ、こんなん覚えれんし。いや、もうそんなとこまでいかんやろ。さすが5000円とか、なんかここが恐怖の絵とかに変わっとるぐらいやろ。それは多分見たらわかるはずじゃん。それを見てなかった俺今まで。もう大丈夫。今、カチャって言った。いやー、やめとくか。よし！大丈夫！今日は、絶対。納税！って。よしなはずやったのに。うわーって。こういうわかりやすいにしろ。マジで。まあね、ハゲの顔チェックから始まるけん、この朝のルーティーン。ハゲは大丈夫だ。分電室、従業員、これ大丈夫。ここも差し当たっておかしなところはないでございます。出口もあれ、
まず間違いなく大丈夫でしょう、今回は。ホラー感もない。大丈夫。いける！よし。ハゲチェック！まずハゲチェック。禁煙、もう大丈夫。で、シミとかもついてない。で、ハゲの顔。ハゲのニチャ顔が一番危険。ハゲは大丈夫。ハゲチェック大丈夫。携帯も持ってますね。はい。大丈夫。大丈夫。ワンちゃんも大丈夫。司法書士もおそらく大丈夫。カチャって言わんかったか今。ネズミや。大丈夫かな。俺も別段なんかなっとるようには思えません。ほら大丈夫です。異変はないです。よし、早い早い。ハゲが早かった。よし、ハゲの顔チェック。ハゲは大丈夫。まあ大丈夫でしょう。ワンちゃんも可愛い。こういうのが一番怪しいけんの。こいつは多分分かりやすいはずなんよ。目が赤くなったりするはずじゃ、きっと。大丈夫ですよね、うん、大丈夫です。うわほっ、ありがとうございます。ああもうダメ、もうダメ。なんか見えた今、俺壁に人の形が見えた。反応したじゃろう。ハゲチェック。大丈夫、凛々しいハゲです。エイトしかいいん。よし。アルバイトよし。分電番室よし。ワンちゃんよし。司法書士よし。メイクよし。従業員専用よし。清掃員詰め所よし。
とはびっくりさすなよ。防犯カメラよし、壁よし、消火栓よし、天井よし、絶対大丈夫、大丈夫、禁煙よし、来た来た来た、もうこんなん余裕ですわ。ハゲよし、ハゲよし、禁煙よし、ハゲよし、エイトよし、え？ん？ん？え、なんか、なんかおかしくね、なんかでかくなってね、これ。え、なんかおかしい。はげえ。いや、なんかこう盛り上がってくるというか、映画おかしかったでしょ。ハゲ、ハゲーって、このハゲーって、え、待って、本当に、はあ、はっ、ほっ、ハゲー、これはまさかハゲに騙されたってこと、俺。わー、様、栄光の架け橋。何、余裕やねえか。終わった。あら、解いたか。ちょっと分かったらこんなもんだよね。ああ、出す。何点、うん、簡単だった。パチンカスには得意、うん、ありがとうございます。え、見つかってない異変が19個あります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。ポスターでかくなるの、いや、気づいとったか、わら、そもそも。じゃあ飛ぶけど、俺はあそこで止まったぞ。全然違うもん、さっきの。なんかこう立体的に出てきよったんや。ほっとってもこう、モリモリモリって。でもまあ、異変って言われてもな、このワンちゃんの異変とかなんか一切ないんだが、どこが異変なんだこれ。最後素通りしてた。あ、異変があったんだ今の。
スパッもうテンプレやな、この辺まで。異変でしょこれ、ここ異変でしょこれ、こんなないでしょうよ。ほら、見てるねって、スロッターの洞察力なめんなよって。こっちは違和感にお前命かけてんだからよ。違和感演出すこ、まばたきとか同時点滅とか、お前右から点滅とかあるけんの、あんなんとか見逃したらおしまいだから。ん？目玉？違和感？ほらこいつ、違和感ですわ。はい、違和感。ハゲ？ハゲは違和感なのか、あの。ハゲ待機は違和感なのか。これは違和感ではございません。違和感！クソハゲが。そういうのもあるのか、次元爆弾式違和感も。出ますから。ハゲオッケもうす。これは大丈夫でございます。違和感はございません。ん？ 15 個ほどあります。このハゲも毎回やらされてかわいそうやな。
まあ大丈夫でしょう、普通に。違和感はございません。余裕やないですか。今回はありそうなんやけどな、違和感。しかし見た感じないんだが、これとか一回もないんやけど、この辺こいつとか。これもこれ、こんなんあったっけ？これって違和感ですよね。こんなのおかしいですよね。やりますな。ちゃんと見といてよかったお。あとはここをクリアするだけよ。うん。財布なんか入れとったかこいつ。ケツポケットに財布なんか入れてましたっけ？ハゲさん、あんた。違和感。なんかでかくね？なんかでかくね？ハゲ。ちょっと待って、出れない？俺。ちっちゃく見えるのは俺だけか。いや違うよな、さっきのがでかすぎたけん、そう思えるだけだ。これはハメだ。いや今のは大丈夫。今のはさっきのがでかすぎたけんちっちゃく見えただけで、普通のサイズです。トリックオアトリート。これは大丈夫です。ついに出ます、俺。うわぁ、栄光の架け橋。うおぉ、俺はやったんだって、2連。ピヨピヨ。やるじゃん、やるやる。あの財布とかの違和感を感じたで、俺は。財布は勘違い。常に刺さっとった、あいつ。じゃあ何が違和感だったんだ？財布は毎回ある。違和感じゃなかった。12個。なんなんこれ、もう終わる。もういい？
ドア財布じゃあ何かあったんか。扉がなかった。分電盤室がなかった。もう一周目とか俺怒涛の羊で行くで。あっす。RTA。バッ。本当にあるわ恥ずかしい。財布に来と呼んでくれ。俺は大丈夫です。バッ。なんかもうふさふさとかになってきてほしいんやけどな。なんか見よる見よる見よった。俺のこと見よった。こいつおかしい。ふうばっ。見つめるハゲ。あ、ずれてる。っていうかもうおかしい。マジ違和感よね。なんでハゲにしたんだろう。逆にあれやな、こいつらがなんか変わることあるんかこれ。なんかおかしいような気がするんだが、俺これ視界がグワングワンするというか、いやいつもこうか。両トンか。いやなんだろう、なんかこのまま行ったら俺は死ぬような気がするんですけど。
なんかいつもと違うような感じがするよな、俺これ。歩き方が。あるようなら戻ろう。戻っていいっすか、俺これ。なんかいつもと違う、これ。なんか無限ループしてない？これ。バグった？待て！うわー！普通だった！その通りでした。くー！しかもまた違和感あるし、なんで？ほらや、ほら、はめられたんだ。くそ。大丈夫です。バッ。違和感。階段なんてない。バッ。なんか低くね、これ。ほんじゃ、なんか、ほん、これ、サイズ的におかしくないか、これ。いや、こんなもんだったか。これ違和感のような気がするんやけど、俺、これ、なんか、こんなに低いか。言いがかり。いや、でも、おお、こんなん頭打つで？いや、でもこんなもんやったかな。こんなもんか。あぶねえ。いや、マジであぶねえ。もうなんか俺のあれは崩壊してきとるんかもしれん。この世界で。違和感。違和感！おい。恐怖！恐怖！恐怖ですわ、これ。クソハゲ落ち。この辺の見るんもう無駄のような気がしてきたぞ。俺。この3枚は。いや、この4枚はマジで無駄かも。違和感ございません。
あと8個あります。バン、逆に財布が入ってないパターンとかがありそうやな。よし、あ、なんかありましたか、今今のは分からんで。これだろ、これだろ、違和感だろこれ。こうなったら全部違和感見つけたる。切れました。ついに来たか、ここにも。もうあそこもこれでないな。あとはエイト、歯科医院とこの辺じゃろう。もう見えてきたっせ。これもまだ出てない。こいつも出てないな。ここは違う、さっきのこれやったな。これが変わっとった。あとはこれだ。大丈夫、いける。あと6個あります。ハゲの異変多すぎるけん。多分この扉ももうほぼほぼ終わったはずや。天井系とかもやっとる。これもやった。これ系はもう代わりが相当すぐわかるはず。大丈夫。はあ、何よ今の。あったか本当に。なんか俺が分からん系、見逃す系があるんやな、俺。同じのでつまずきよるような気がする。ハゲなんかな。
いつの間にか上がってる。そんなことするか。エイト司会委員とかあれか。絶対ハゲではないんよな。かといってええでもないしよ。時給1000円で低くない？おそれな。そもそも東京なのかっていう問題があるんだが、最低賃金割っとるって。おいおい、650円で仕事したことあんのお前ら。逆に問うけど、俺はあるで。わあ、嘘じゃ嘘じゃ。もうまた生まれたし。相当なんがあるぞこれ。だいたいレジして接客して品出しして1000円やったらむしろありがとうございますだと思わんのか、そもそも。しかも6時間ねえんやぞお前、勤務時間最高かな。あ、違うわ、8時間やわ、めんどくせ。でも日給8000円よ。笑顔。しかも1日3時間以上からできるし、交通費も支給、制服、能力に応じてついて昇給。これはどうなん、こんなもんなん、シャンプーコースは。肛門バリカン、肛門絞り込み。制服が何や、って。絞るってね、人の美を彩るメイクの可能性を探る瞳アートギャラリー。吸い込まれそうな瞳をしておる。違和感ございません。なんでなんこれマジで、ほんとか。相当エグインが残っとるんちゃうんこれ。戻れば違和感を探せる。ほんと？さっきんとこの違和感が探れるってこと？ここで。わかんないって。継続してんの？いや分からん。じゃあこれ戻ったら1になるってことなんじゃん。
6個ほどございます。違和感、こういう違和感を望んでるんだよこっちは。あと5つ。地味すぎるんやろな、本当に。あまりにもあれやけん、簡単なの出してくれたのかも。このハゲがなんかもう、おかしなことしとんじゃないんか。いやもうエイトしかいいんとしか思えんな、これ。か、犬か、司法書士か、こいつな。ただ今回は絶対何もないでしょう、これ。うん、そうよな。ここ怪しいぞ。ここを見逃すな。別に何の違和感もないですよね。そのハメ取ってきそうなよな、俺を。しかし大丈夫でしょう、ここも。なんでな、もう。今のなかったっしょ。絶対何これ、そんな違和感あるか。相当きついんがあるぞこれ。そもそも本物がわからんのだが。床と天井も見よう。いや、見ようんやけど。普通に。先入観を捨てろ。ポスターに執着しすぎか。この家の方がもうホラーなんだが、大丈夫って。
五五五五五五五絶対大丈夫。絶対ない。本当に本当。うわあ、はあ。見えただろう。何が？どこにおった？いや、もう終わったと思ったのに。見られた。どっから？そういうんやれや。さっきから。どう、そんなん見てないっちゅうねん。どこにおったんど。ということは最後の方で出るってことか。ここで出るってことか。ここどということは最後曲がったとこやな。この辺がもうないんならそこや。いつも OK。 ここうっ一点狙い。あと4個。今その1点にかける俺は。ハゲ、オッケー。大丈夫しゃろう。もう。もうハゲも超えていくスタイル。今あったよ。どこに。あ、ここにもあったし。って相当あるやん。なんなんやろ、マジでわからんのだが。そのなんかを知りたいんだよ。
な、全然ないんだが。あったんだよな。なん今おったんかい、またいられ、どこからそう、マジで。さっきと同じ、見てないんやろな、俺その場を。あ、また終盤油断しすぎ。あ、これどこから見よんぞ、それ今のも、まさか何回目、どこぞ、何がど、何が見よんど。まさかこれももう落ち着けって、何、どういうこと、走り抜けてるせいだ、ハゲが見よんか俺のことを。あいつ180度で回しよるってことか。そういうわけではないんか。ハゲの冤罪、いかん、あった、しまった。この辺で見られとるって言うんじゃないんか。一番わかりやすいんだぞ。本当か。一点狙い、いや、なんだろう、なんだろう、どういうこと。違和感、これ違和感ですわ。誰、あれのこと、それではないんか、それよりもっとひどいんがあるんか。ではございません。何なんやろ、これはないだろう。あと3個。これを見逃したとかマジかよってなると思う。
なんか離れてる。すごい。防犯カメラが。うっつ。それよ。あ、そういうこと。いや、もうあんな通り過ぎとるけん、みんちゅうね。並走してたんだ。へえ。いや、もう、そんな動くとかは思ってないし。いや、こっち走りおるけん、全然わからんのだが。こうやって、スーって、この横を歩いていけるってこと、俺と一緒にこいつが。なるほどな。引き返せ、引き返せ。あと1個来た。勝った。ようやく終わりを迎える俺の旅が。ああいう引き返すとかやったやろな、多分。俺がいつもはめられよったん。もうハゲもないやろ、なんも。よしよし。もうあとはウイニングランじゃろ、俺。大丈夫、ない。難しいぞ。もう許せ。大丈夫です。ないです、これ。ヘズとカメムシの共演。あ、でももうあるかどうかの時よな、これ。これはないと見た、俺。あるんかよ。もう毎回あると思った方がええレベルかしら、これ。っていうか、まあ引き返しよったら、勝ち確なんやけどな。どっかで絶対あるはずやけん。ちょ、待てよ。あるんやな。どれが普通なんかがよくわからんな。ああ、わかったわ。俺。俺。気づいた、気づいた。これ、これ、これや。ここや。これがおかしいんや。戻れや。ほらー、来たー。
最初の元がわからんわマジで。コンプクリアオラーって何点、まあ、85点ぐらいですか。ありがとうございました。おめでとう、チャオです。でもちゃんと分かってクリアできたじゃろって、逃げ出さなかったんだ俺はって。